五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ、お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行くよ。はい、戦闘開始。わしらの力をもってすれば貴様を倒すなどたやすいことだ。助け、未来はお前のためではなく今を生きる俺たちのためにある。あなたのもたらす闇を絶対に認めるわけにはいきません。昔捨てた己を今日ここに拾わせてもらう。もう一度さらばだな。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。六トン樹海鋼炭。続きを始めるぞ。行きます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せて。さて、この展開はどう対処するのだ、五影殿。頭上に注意を。当たれば痛いだけでは済まされません。甘い。カトン、狼キャル。強大な術を使う。わしらは負けん。さらばな。明るく明るく明るく。チャコつけ。遊びはここまででいいだろう。他のみんなは無事じゃぜ。そろそろお前たちには消えてもらう。さてどう攻める。並大抵の力ではマダラに届かんぞ。私の力ならばあれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。恩義している暇はない。ここは私に任せる。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。どんな頑丈な壁も殴り続ければいつかはひびが入る。ひびが入る、さらに殴り続ければいずれ穴が開く。そこを突く。うちはまだら、年貢の納め時だ。勝利は俺たち忍び連合が掴む。奴の動きを見極め、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちはここで終わる。
さて、どう攻めてくる？戦闘開始！前はもう死んでいるんだ！あの世へ帰れ！どけにくい男は好きなんだけど、あなたはこのまま消えてもらった方がいいわね。なるほど、その力、侮れんな。だが、それだけだ。結局は俺に届きはしない。存分に踊るがいい。今だ、水川へ行きます。水川へ、わしがやる。ハロに随分と粘るものだ。これは褒美だ。受け取れ。今だ、水川へ行きます。水川へ、存分に踊るがいい。今だ、水川へ行きます。水川へ、確かに弱い。だが命をかけた時は別だ。だから今まで生きている。